J-Wing ロハストアーク今週のゲストは東京おもちゃ美術館の鈴木澄香さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、四谷にあります東京おもちゃ美術館は、えー、何年目なんですかね、えー、10年、丸10年が経ちましたオープンして10年経って今来館者が13万人を超える 大きな美術館に成長したところですですもあれですね、はい、10年っつったらあれだそのロ,ロハスデザインってねあの手伝ってもらった頃ってまだ初めの頃だだったんだあそうですね,ねまだあの美術館もこれから成長していくぞっていう過渡期のところで始まったロハスデザイン大賞だったと思いますので。美術館って僕のなん言うかな理解だと。はい まあ、木のおもちゃがいっぱいあるところだっていうだけなんだけど <laughs>、はい、一体あの何カ国ぐらいいのの所蔵品っかかな <laughs> あるんですかね <laughs>、はい、あの私たちは今100カ国10万点のおもちゃがあるというふうにしてるんですが正確にカウントした人間は今いないんですけれども収蔵品はあのそれぐらいあるんですけれども常時出てるおもちゃと。 中には木のおもちゃだけではなくってあのもちろんブリキのおもちゃとか、えー、布のおもちゃとか、えー、土のおもちゃとか、えー、それからプラスチックもたくさんありますのでおもちゃがあのどういうふうに遊ばれるかによってどういう素材が適してるかなっていうところでそのおもちゃに適した素材が使われているおもちゃをたくさん。 置いいいいてて遊んでいただいていま,すまあ世界100カ国からおもちゃが集まってるということなんですけど、はい、まあ一番メインはあの日本の木のおもちゃにこだわってるんだと思うんですが、うんはい、その木のおもちゃにこだわった理由っていうのがうう、ねね、今日本の木の、えー、日本のおもちゃ職人が作ったおもちゃの自給率っていうのが 5%を切っているなんていうふうに言われていますけれども実際に私たちの家庭の中とか幼稚園や保育園に置いてあるおもちゃをちょっと思い浮かべていただけると想像がつくかなというふうに思うんですが日本の職人さんが作ったあの日本の木を使ったおもちゃっていうのは本当に少なくてデパートに行ってもなかなか手に入らないようなあの現状が。 あります。で、日本はあの古くから木と上手に付き合ってきた民族で、日本人の持つ木工の技術っていうのは世界のトップクラスでもあります。で、そういったあの日本の豊かな森林資源ですとか、高い加工の技術っていうのを活かしたおもちゃがあもっと増えるといいな。で、そういったおもちゃを通じて子供たちには木のぬくもりとか温かさ、あと日本のそういった 文化歴史そういうものがあの伝えられたらいいなというふうに思っています。まあなんかきなんと木のおもちゃだと枯渇石とかさ、はい、私はすぐ思うんだけど <laughs> そういうあれなんだよねこう見て楽しい工芸品じゃないんだよね <laughs> なんかこうおもちゃ美術館って集めてるものてそうですねあの枯渇石もたくさんあるんですけどあ枯渇石あるんですかあるんでよで、えー、あの枯渇石作ってる方ってあの同じ加工の作業でコマを 作ってらっしゃったりとかコマもたくさんありまして今コマ回せない子供が非常に多くてですね指先をひねる動きとかできないと水道の蛇口が今回すのじゃなくてこう上げ下げになってたりしますよねそうすると水道をひねるとか日常的にひねる動きをしてないっていうんでコマも回せないっていうようなお子さんがいてですね。すごいねそれ あのコマもたくさんおもちゃ美術館では回すことができますしコマ教えてくれる方も<え>あのたくさんいますので<え>そういった方にわざわざ習いに来るリピーターの小学生なんかもいたりします。 今週、えー、5月19日金曜日から21日の日曜まで新宿御苑でロハスデザイン大賞2017新宿御苑展が開催されます、えー、ロハスデザイン大賞は皆さんからエントリーしていただいたロハスな人や物事の中から投票によって6月5日の環境の日に大賞が決まりますそれに先駆け最終ノミネート作品を展示するエキシビションがロハスデザイン大賞新宿御苑展です えー、会場ではノミネート作品の展示だけでなくイベントやワークショップがあるんですが中でも一番人気なのがこの東京おもちゃ美術館が開催する森のおもちゃ美術館なんです、うん、鈴木さんこの「森のおもちゃ美術館」何年目ですかね今年で今年で7年目となるでしょうかどんなものが展示されてるのかというかどんな展開かちょっとお知らせをしていただけますか、はいはい、あの森のおもちゃ美術館では えー、私たち東京おもちゃ美術館が、えー、所蔵してます日本全国の、えー、から集集めたた木のおもちゃが大集合いたしますで約500種類ほどのおもちゃが、えー、ありますのでそれを芝生の上に広げましてそこで自由にお子さんと、えー、親御さんが遊んでいただける空間になります。であのー、今回は 森のおもちゃ美術館ということで私たち東京おもちゃ美術館だけではなくて全国からこういった自然を生かした遊びですとか木のおもちゃを取り扱っているような企業それから団体の方に一緒に出展していただく。 ようななイベントになります僕なんか面白かったあの金魚釣りでさ木、はい、使ってんのとか、はいはい、あれ好きなんだけどあ,あとどういういもの具体的に、はい、あのそれ以外に今年出てくるものとしましては世界に一つだけのマイそろばんを作ろうっていうことで晩秋そろばんが、えー、出店をしていたりそれから普段はあはおもちゃ美術館でも販売してますがあのおもちゃを 作られているおもちゃ作家さんが実際にここにブースを構えてえくださいまして普段作ってるおもちゃ例えばどんぐりが坂道をカタカタと落ちていく転がっていくどんぐりコロコロっていうおもちゃがあるんですがそれにあの自分でオリジナルペインティングを施してあの普段は買えない自分だけのどんぐりコロコロが作れたりとかあとは数って分かりますかね ブーって吹くと自分の吐いた息であの音色が奏でられるアフリカの方の楽器があるんですけどそれを自分でペインティングしてオリジナルの木製カズーを作ったりとかっていう形であのおもちゃから楽器からそろばんまでえ幅広くはいワークショップが今回は楽しめるかなと思います。 これがなんかほとんんんどお金かかんないだよね確か新宿園の入園料って200円だし中入ってもお,おもちゃ美術館のとこっていくらぐらいあれそうですね2300円でできるものが多いんじゃないかなとええ思いますねあのお手ごろ価格ではい。 まあ、天気さえ良ければほ、ね、っといてもとんでもない人数が入る御苑ですがね、はいはい、毎年毎年あれですほとんど天気ですからねいよいよ今週5月19日から21日まで、えー、おおもちゃ東京おもちゃ美術館と共催で、えー、新宿御苑で露発デザイン大賞2017が始まります。是、ま、非、あえー、鈴木さんも来て,来ていただきたいと思いますけども。はいあの おもちゃ美術館普段は建物の中なんですがこの森のおもちゃ美術館は唯一あの屋外に飛び出るおもちゃ美術館ですので、はい、ぜひ親子だけじゃなくてもちろん恋人同士でもご夫婦でもあの大切な方と一緒に来てお日様の下で思いっきり遊んでいただきたいなと思っています。 このロハスデザイン大賞2017新宿御苑店ではアーティストのライブもありますので皆さんぜひ遊びに来てください。詳しい時間などは番組ブログに貼っておきますー今年のロハスデザイン大賞のテーマは「みんなで作るローカルデザイン」という。 キャッチコピーなんですけど、うん、おもちゃって結局ローカルデザインの極みみたいなとこはありますよね。うん、そうですねあの特に日本っていう大きなくくりでももちろんなんですけども日本の中にあのいろんな気候ですとか風土ですね違ったあの地域それぞれ特色がありますのでその地域によって えー、例えば生えてる木が違うとか歴史や文化が違うっていうようなことがそのおもちゃを一つのおもちゃを作ろうとした時にも使われる木加工の方法デザインそういったものすべてがつながりあって一つの特徴としておもちゃの中に現れるんじゃないかなというふうに感じることが多いですね。こののの木でで作作っっったおもちゃ作りてていうので、はい、一番昔から盛んなのって し以外はそうですねやっぱりあの木,が木が多いところっていくとあの北海道なんかはおもちゃを作られている方はあ<ー>あのかなりいらっしゃいますし、はい、えと岐阜県なんかも森林大国ですからもともと家具なんかを作っている会社が今おもちゃを作るようになってきて。 あの非展開をされれていたりしますけれども普通で考えるとさ、はい、手間も同じだからさ、はい、家具の方が高く売れるしさ木工のおもちゃはさ効率が悪いからなのかなと思ったけどそういうもんでもないんだ <laughs> もう今は。おもちゃにすることによってより手に取りやすいというか、うん、子供さんがまず 使うっていうのがおもちゃはメインになるかと思いますのでまず小さな頃から木に触れてもらうためにはやっぱりおももちゃゃっていいいうツールはすすごく有効なななんじゃないかなと思いますけれども、まあ、あの東京おもちゃ美術館では2011年より日頃から木に親しむことを目的とした木育に取り組んでいます。うんうんうん この木育は」はどこで生まれた言葉なんですか木育という言葉自体はあの北海道の方で生まれた言葉というふうに聞いておりますがその後ですね北海道で「木育」っていう言葉が生まれた後に国の方でも森林林業あの基本計画なんかに盛り込まれたりしていろいろな地域でこの「木育」っていう言葉がどんどん使われるようになってきました。 その沐浴って、はい、あの言葉は木が育つって書いたんだけど。はい、これ別に木育てようっていうことじゃないんですよ、ね。そうですね。あの木を育てようという運動ではなくて。私たち東京おもちゃ美術館の解釈としては。木で育もうっていうふうに考えています。まあ、あれですか。そのペットで命の大切さを知るのと同じような感じで。うんうん、まあ、木で、そういう自然への思いとか、うんはい、そういうものをスタートさせたい。 ということなんですねそうですねそれかあれですかこう鈴木さんの肩、はい、書きはウッド・スタート事業部ディレクターということなんですけども、はい、このウッド・スタートっていうのはこうう、はい、この木育のことなんですかああのウッド・スタートっていうものはですね私たちの東京おもちゃ美術館が提案する一つの「木育の行動プラン」と位置づけております。はあ でどうあのど例えばどういうことなんですか、はい、ウッドスタートってあの、はい、スタートラインを木にするとかそういうことなんですかあそうですねあの <laughs> スタートラインを木にするあの非常に近くてですね初めてあの人が手に取るもの赤ちゃんが手にするおもちゃこれを木にしようと。 プラスチックじゃなくて,なくてあのドイツの木のおもちゃも素敵なんだけれども日本の木子どもさんが育っていく環境そういったところにも木を取り入れていこうということで、うん、地産地消の木のおもちゃそれから子育て子育て環境を整えましょうという提案をしています。<ー> ロハスデザイン大賞新宿園店の出展者の群馬県みなかみ町はウッドスタート宣言都市とありますけども、はい、このみなかみ町のウッドスタートっていうのは具体的には何なんですかね、はい、あの群馬県の水上という町は あのー、ご存じとして温泉のイメージがすごく強いと思うんですけれども、ね、温泉でいいじゃんと思うけどね温泉があるのもその周りの豊かなその山と、はいえー、環境があってこそだと思うんですがこのみなかみ町っていうのがあのユネスコエコパークっていうのにです、ねはい、のに。 今年の夏登録をあのすべく今動いている地域でして、人と自然の共,共生っていうものに町を挙げて今取り組みをされているんですね。で、この水上町っていうところは利根川っていう大きな川の上、流域にあたる地域になってまして、ここはあの非常に紅葉樹があの豊かに生い茂っている地域にもなっています。 でこのみなかみ町はこの地元の赤屋の森っていう森なんですけれどもこの赤屋の森の材料を使って自然をこう生かしていく取り組みをしようということで今さまざまなこのエコーパークもそうなんですけれども取り組みをしていく中でですねウッドスタートっていうものを取り入れたんですね。でこの水上町っていう町は ご存知かかどうか日本製のカスタネットのほぼ全てを、ね、え作っていたカスタネットってまだあったんだたカスタネット <laughs> カスタネット、はい、それがあの日本製カスタネットっていうのこの水なみ。 であの作られて,いて今みなかみ町はこのウッドスタート宣言をして誕生祝い品としてこの地元の赤谷の森で採れた材料を使って、えー、カスタネットを作ってそれがあの町で赤ちゃんが生まれると各ご家庭に届くっていうようなウッドスタートの取り組みを始めて、えー、いらっしゃいます。 でもあれだよね生まれたばかりの赤ちゃんはさカスタネット使えないしさそうなんですなんかもうちょっと別あの使えないのでカスタネットだけじゃなくてガラガラもつけて赤ちゃんの時はガラガラをでちょっと大きくなったらカスタネットで遊んでもらおうということでセットになっていますまあでもこのウッドスタート宣言はい えー、他にもどっかウッドスタート宣言した町が全国にどっかあるんですか。はい。えっ、ー、と今ウッドスタート宣言した、えー、地域はですね、三十三市町村と一つの県が宣言をしております。広がりつつあるんですね。広がりつつありますね。えー、どっか面白いとかあったら教えてもらいたいんですけど。はい。今ですね宣言したところで面白い。 と、えー、ところとしてはあの山口県の長門市っていう金子美鈴さんのふるさとで有名なところですけれども、はい、この長門市は。 シイの木がたくさん生えているっていうことであのこれまでにもいろいろな企業さんや行政が地元のシイの木をこう活用していくっていうことで取り組みをされていたんですけれども今回このウッドスタートっていうことで宣言をしていただいて山口県長門市はあの地元のシイの木を使ったクジラの親子のおもちゃを 作ったんですね。で、なんでクジラかって言いますと、この長門はかつて捕鯨が非常に盛んな町で、はあ、で捕鯨を。 して、まあ、命をいただくわけですけれどももちろん親クジラあの大人のクジラはいただいてでそれと同時にあの子供のクジラがあの取れてしまったりとかおなかの中に子供のクジラがいたりとかっていうこともあってでこの長門の方たちはそういったあのクジラたちのためにお墓を 立てて戒名もつけてで、あのしっかりと葬って弔いをされていたそうなんですね。ですので、この長門の方たちっていうのは、このクジラ漁を通じて、あの生き物の命をいただくこととか、命の大切さっていうのを、あのこう代々、えー、伝えてきた場所でもあるっていうことで、あの長門の方にとってはこのクジラはすごく大事な存在であるということで。このまあ。 木山の恵みの椎の木と、あの海の。からいただいた鯨を、こう掛け合わせた鯨のおもちゃを作って。で、今、長門の子どもたちに、こう配られているっていうような、あの取り組みをしています。えー、今、秋田県では大田、表、はい、美術館を作る計画があるそうですけど。はい 秋田県ってあ秋田県もあれですかそのおもちゃ作りって盛んな県なんですかあのおもちゃ作りが盛んというよりはあのもともと秋田杉が有名な場所で、うん、えあの木工は盛んな地域、えー、ですねはいで今計画している場所はどこなんですかねはい 由利、えー、本荘市という、はいあのー、場所になりますけれどもここの国の登録有形文化財になってる旧鮎川小学校という廃校を利用して美術館を作ろうという計画が今ございます。はい あのホームページ見せていただいたんですけど、はい、すごい綺麗な昭和なのかな、はい、大正なのかな、はい、木造建築の小学校がう、ねはい、もう本当に廊下やなんかはねビカビカでってるとは思えないはで残ってたんですね,ですね、はい、あの地元の方たちがこの学校を綺麗に保存しようっていうことで有志の方たちがあのお掃除を定期的にしたりしてあの町ぐるみで。 保存をされているあのそれぐらい地域の方にも愛された廃校だっていうことで、はい。でも仕事考えでさ、廃校になったってことは、はい、子供がいないって場所じゃないですか。そ,すね、そこにおもちゃ美術館作るってことは、はい、人を生かさなきゃいけないわけですよね。そうですね。それはどういう仕掛けを考えているんですか。はい。今考えている仕掛けとしてはもちろんあの車で ここのあの美術館に来るっていう方もいらっしゃると思うんですけれども。市内からどのぐらいですか。えっとですね、だいぶ遠いというふうに <laughs> きあの秋田市内からはかなり遠いというふうに聞いてまして、ねはい、はい。であのこの小学校のすぐ近くにあの電車が地元のローカル線が走っているっていうことなんで。 ちょっとその電車をうまく活用して、えー、入館券付き乗車券なんかを作ってですね、うん、この美術館まで電車に乗って来てもらおうかな、うん、なんていうことも今計画をしているようです、うん、はい。こういう形で地方やなんかでおも,、はい、おもちゃ美術館を作ろうという、はい まあ気分っていうのかな、はい、そういうのって他にもあるんですか。はい、あのー、今進んでいる話としましては。例えば岐阜県。えー、それから富士山の麓にも。今作ろうということで、えー。動いているものがございます。そういうのって、はい、あのー、まあ。こういう廃校とか、はい、まあ使ってない施設を利用して、再利用し。す、はい、るところだと思うんですけど。はいはい あのおもちゃいっぱい集めりゃいいってもんじゃないんですよね。はい、おもちゃ美術館の考え方として、ねはい、はい、そうですね。あのおもちゃがたくさんあるっていうことももちろん大事なんですけれども、その場所に来て遊ぶ子どもたちをうまくアシストするようなおもちゃ学芸員っていう人たちの存在が一番大事だというふうにあの私たちは。 考えてますでこのおもちゃ学芸員さんっていう方たちはあのただの見守りをするのではなくて、えー、そこに来た親子のコミュニケーションが少し促されるような声かけをしたりとかそれから知らない子同士でも ちょっと一緒に遊んでみないっていうような言葉をかけることによってそこで出会った人たちがあのその場でつながっておもちゃを介してあのコミュニケーションが取れるようにするっていうような、えー、サポート役だというふうふに思ってます、えー、今回の例えば百合本庄ですと地元の職人さんにご協力をいただいてあの百合本庄の木を使ったオリジナルのおもちゃを 作ろうっていうことでそんな面倒くさいことしてるの <laughs> 偉いね <laughs> やっぱりあの地元の木を使う、はい、で地元の職人さんが作るっていうのが、ね、あの親近感が湧くと思うんですよねわかるけど,るけど全国から集めちゃった方が簡単だと思うんだけど偉いですね地元のものまあオリジナルだな、ね、いわゆるねそうですね、はあ、オリジナルでここじゃないと遊べない触れない、はあ、ゆり本場のおもちゃ、うん っってていうのがあ,のあることによってやっぱりこの百合本庄の方たちの自慢というか誇りにもなるようなおもちゃ美術館になっていったらいいんじゃないかなと思いますね、うんえー、鈴木さんあのそうですね今日聞いてるとなんか京都のお寺が1年に1回宝物を虫しすするじゃないですか、はい、おもちゃ美術館の虫 <laughs> 干しみたいな。 年に一回。<laughs> そうですね。はい、じゃあ、まあ、はい,い,やいや、こ、今年もいろんな方があの来ていただくと思いますけど。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ジェイウェイ。ノーハース